道端、こんなに花が咲いてたのか、先へ先へ急いだ日々、周りの景色も見逃した。それでも何の後悔もない、自分の目標があったから、あんなに夢中になれるなんて二度とないような気がする。最後の¡Suscríbete!